考えてみりゃ、妙なことばっかりだったよな。今までの試験。もう偶然じゃ済まされねえ。なあ、お前ら、この世で最も強い力が何か分かるかそれは、振り切れた暴力だ。俺に従う限りは守ってやる。だが、しらを切り通すなら。<laughs> お前だよな。 裏切り者は最初っから分かってたんだよこれだから聞かせろよお前らのバックにいる黒幕の正体をなるほどおい伊吹攻めるんじゃねえよ俺は許すっつったんだからな目撃者は雪村と綾小路だけなんだな綾小路簡単につながりすぎる 帰ってふに落ちねえな奴を使うか <laughs> こっちこっち何やってたわけペーパーシャッフルの話だよねいいえその前にまず重要なのは来週の小テストよ小テストの結果でペーパーシャッフルのペアが決まる先生の言葉をよく思い出して少なすぎると思わないかしら成績の悪い生徒ばかり組まされれば10人以上脱落しても不思議じゃないのに